見てください、この晴天、晴天でございます。晴天ですよ、マリナさん。おはようございます。起きて。何この、何この光。影井くん、どうなってんのこれ。なんかまだアロハシャツ着てる。待って待って、なんで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 。いや、着替えてだるって。待って、化粧としてそのままみたいな。え、待って、うちさ、声やばいんだけど。うちもやばい、昨日なんか盛り上がりすぎた。え、盛り上がりすぎて喉やばい。ね、起きて。晴天、起きて。バーベキュー日和だよ、マリナ。マリナちゃん、バーベキューしようぜ、絶対。バーベキュー日和じゃん、マリナ。え、買い出しなんかあるよ。え、起きて。え、バーベキュー日和。マリナちゃん、飲む。いや、あの、肉だけ持ってきてもらう。もやしあるよ。もやしある、もやしある、もやしあろうぜ。迎えてく、迎えてく、マリナ。あ、影くんがビール飲み始めた。ビール、ビール、朝一発目のビール。おはようございます。おはようございます。乾杯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 。影くん、病院帰りじゃないよね。点滴打ってない。点滴打って点滴打ってきた。二日酔いの日のさ、どん兵衛やばいね。でもね、ちょっと汁入れすぎた。え、もうすぐじゃん、アリさん食ってたのこれ。そう、どう、ちょっと汁入れすぎた、味薄い。うまっ。うまいよね。やばい、二日酔いのどん兵衛やばくない。昨日飲み過ぎたんだ。昨日の記憶ある人。記憶は全然ある。多分ある人、みんなでもあるよ。あるあるけど、あるけど、けどなんか楽しいことがありすぎて飛んでるぜ。そっか、それ声さん。うわ、恥ずかしい。え、しかもあれあるよね、あの、え、どん兵衛何やんの。え、一つばよ、マリアちゃん。ね、見て、美味しいよ。で、おはようございます。もう、今何時、まだ8時とかで、6時。なんと、今日の、今の時間いいですか。まだ10時になりますね。はい、15時18分、夕方です。もう、いつまで寝てんだよ。いや、でも普段だったら寝不足です。で、昨日聞いて8時ぐらい寝たでしょ。7時間しか寝てないです。十分だもん。もう寝不足。影井くん、やっぱり影井くん。影井くん、昨日ごめんね。何がですか。頭に水ぶっかけて。もうさ、結構昨日さ、そんな、こんな大事になるの。ね、あのさ、ちょっと肝に銘じてほしいことがあって、酔っ払ってる時のうちで、あの、自分レベルマジ低いから。わかる。みんな知ってるよ。またレベルきついこと言うてる。え、二日酔い？みんな。ゼロ。ゼロ。え、すごくない？すごいね。え、やっぱハブ酒ってやばいね。あ、でもハブ酒って、ハブ酒だってうちだよ。2杯ぐらいでしょ。うん。テキーラの方がなんかすごい質問されてる。テキーラの方が。二日酔いはないね。多分、ユーってさ、そんな飲んでないんだよ、多分。違う、多分まだ酔っ払ってる。あ、そういうことか。いやー、マジで。シュッシュ部屋にいたって思った。いや、思った、いなかった。あ、いなかったね。ずっとどっか行ってた。カラオケ感じちゃって。カラオケ。カラゲくんとしてカラオケしたって言ったら、カラゲくん、うまっ。ドミキすごいよね。こんなさ、女子のさ、こんなところに普通にいられるかって言ったって。確かに、普通に。だってさ、最後ちょっと暑すぎて、ドライヤーしてる時鼻がね、ここウロウロしようかなと思ったんだけど、ちょっと汗、カゲくんいるわと思って。でも何も思わないでしょ、どうせ。何も思わない。ちょっとは思わない。ちょっとも思わない。え、ね、いやいや、嫌なもん見たなぁ。やべぇんだよ、お前。ちょっとエッチの時 に思い出したら、あの、ちょっとしごむみたいな。お母さんのこと思い出すね。あの、ソロ帽子。いや、お前、やべぇんだよ。お母さんのこと思い出す時に。じゃあ、いつも、そんな時、いつも、じゃあ、考えたよ。じゃあ、行ってみよう。じゃあ、市内にショッピングしに行く。え、でも、こんな大雨で、アロハシャツ着てこうかな。いいじゃん。え、観光バカ女だと思われるよね、絶対。あの、鼻とかつけてる。あ、ちょっと面白い、ちょっと面白い。首に。すごい。なんか、MV で、なんか、グラビンに移住して。古い、古いな。古い。めっちゃ古い。こう、結構降ってますね。え、直撃だって、台風。あら、結局。そう、6時に直撃。ちなみにさ、やべ、あのさ。ねえ。今日も飲むらしいよ。え、昨日のメンバー。死ぬって。
ちょっとワンちゃん合流する？ワンちゃん合流します。ワンちゃん合流、今日の夜。ほら、目パピってる。だってさ、せっかく沖縄に来たんだからさ、ちゃんと3日間連続でご飯。いや、明日飛行機2時ちゃんと2時か3時だってさ、だってさで韓国でもあんなに飲んでたのにさ、そうだよ、韓国の部屋で出発する直前まで飲んで、うん、クラブで遊んでクラブで酔っ払ったまま飛び寄ってたのに、じゃあ昔のさ、バブル時代を話すと、おぉ、そうなる私なんでね、いたまま私あん時に私あん時ね、すごかったんだからね腹筋痛い、なんで笑いすぎた気分てかすごいさ、昨日笑いすぎ結構危ねあ、エロい目で見てるんですね。いや、だからいや、このリアクションで分かったでしょ。エロい目で見てないのに。ちょっと待って、マジでグエグエグエ言ってるえ、待って、うちこの声大丈夫？冷静に。撮影でそうなったの？そうだよね、撮影なんでこうなるかってただただ酒飲んだだけじゃなくて YouTube って声張るのよ。でっかい声喋らなきゃいけないの。まあ、関係ないんだけど、クラブ行ったから振りをして実際はただ、実際はただクラブ行っただけ。ただ、ヘイ、DJ! ってやつもある。ずっとくらいいたの、それ。え、ずっとくらいいたよ。フロア意識高いから。フロア意識高いから。フロア意識、うん。いや、フロア正直、楽しかったよね、わかる。もっと行きたかったフロア。行きたかったけど、ただ、ちょっと足怪我して、違う、足怪我しようって言ってた。フロア入ると、フロア入れないよ。まだ、あ、結構のこれやばいよ、これ炊き物、いや、よく寝起きで食べれますね。食えるでしょ。え、寝起き何でも食える。てか、豚キムとか、あの、酒飲んだ後に2日より最高だよ。焼き思い出写真撮ったかな。昨日の燃えてるやつ。なに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 、あ、待って、あ、そうだ、え、なんで撮ってんの。あ、こういうふうに、うちにめちゃめちゃガチ切りしてるやつ。なんで動画撮ってんの。揉めてるから。え、まず1揉めね。1揉めはまず影くんの頭に水をベーってかけたら影くんに怒られた。え、でもそれじゃないよ。それは怒ったのはなんかでもマリナさんのことエンタメじゃないとこれ。あ、待って、そっちだ。あ、そっちだ。そっちだよ。あ、そっちそっちですよ。あ、そっちだ。待って、話のさあの、あれ軸がさ軸が違うんだ。話の軸とずれて話してたってこと。ずっとだからの、あのあ、すれ違い、すれ違いだから、ただの酔っ払い。しかもさ、全然寝ないわ、ロジャー。全然、もう早く寝るよ、とか思ってない。いや、なんかしたい、違う、ずっと喋ってたから。あ、そういうことね。いや、車の中でさ、だってみんな寝てんの。ずっと喋ってる。え、車の中でみんな寝ながらさ、ちょっとやることなくなって、編集した感じ。そうだよ、編集した。そうだよ、酔っ払いと思う。そうだよ、みんな喋ってくれなくなって、ついにうち編集ハウリー逃げるの前、こっち一番右。ほんとにこうやってすごい後ろ見た。後ろで、で、うち、うちは、うちは、え、うちは、うちは、うちは、編集ハウリーで、で、で、うち起きて、ここついてから編集者が寝落ちしたのね。で、起きた時に意味わかんないとこめっちゃ感動してた。めっちゃ言わない、意味わかんないとこめっちゃカットして、絶対にカットしなくていいとこカットして、あ、そうね、わかる。ハハハハハって笑ってるところでちょっと必要じゃん、うん、めっちゃパスって切れたりするの。ハッハッって。ねえねえ、服さ、うん、どっちがいいか。デニムと、うん、え、さ、これ買ったんだけどさ、台風ってことを考えるね。あ、そうだよね。でもさ、さすがにこの服はやりすぎかな。さすがにこの服やりすぎかな。いや、浮かれすぎ、お腹出ちゃう。でもこれに下が黒となったらいいけど。黒ない。後ろリボンで、どんな服やるの。で、これちょっとスベッとかつせ。で、ちょっとこれとかかぶって芸能人着てみたい。あ、いいね。ちょっとサングラスとか、サングラスとか、さすがにね、サングラスでもちょっとさ、うわ、でもあれだね、結構降ってんな。いや、これ結構やばいよ。やばいんじゃない。気温はいいんだよね。あ、でも気温はいいね、結構。気温はいい。あ、確かに。あ、でも雨結構。うん、あ、でもこれ髪の毛湿気結構やばい。あ、確かに。あ、これ湿気やばいやつね。え、これ絶対帽子かぶった方がいい。確かに、そうだわ。でも、そうだ。ねえ。
ちょっと僕みたいないんだよ。やべ、ちょっと待って、待って待って、めっちゃ、めっちゃさ、声かけてるさ、めっちゃ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 、乳首見たらもうないけどね。影くんの顔で隠してね。なんだよ、終わった瞬間部屋戻んなよ。ちょっと余韻残せよ。出てるよ、出てるよ、もう終わったらもう、終わったらもういいやみたいな。いやでもね、一回入った方がいいよ、ぶっちゃけ。気持ちいい、うん、気持ちいいよ。うちだけじゃなくて